皆様こんにちは。東中野のやわです。東北方面は。雨がすごいようですね。気をつけようがないですよね。<coughs> 私は早めにもう、うな、ぎと牛乳を乗ったお弁当をいただいたんで。食べちゃいました。やっぱり季節、季節のものは美味しいですね。 明日浜辺をさまあよえば昔のことのしの 様よ。少しは涼しくなりましたでしょうか。では、また引き続き芥川をお送りしたいと思います。今回はタバコと悪魔という題名です。タバコ、タバコと悪魔。ちょっと昔の話なんで。 うんって聞いていただければ嬉しいですタバコと悪魔タバコは本来日本になかった植物であるではいつ頃ろ白菜されたかというと記録によって時代が一致しないあるいは慶長年間と書いてあったりあるいは天文年間と書いてあったりするが慶長10年頃にはすでに栽培が 処方に行われていたらしいそれが文禄年間になると引かぬものタバコのハットゼニハット玉のみ声に原宅の医者という楽酒ができたほど一般に喫煙が流行するようになったそこでこのタバコは誰の手で白菜されたかというと歴史家なら誰でも ポルトガル人とかスペイン人とかを言え答えるがそれは必ずしも唯一の答えではないそのほかにまだもう一つ伝説としての答えが残っているそれによるとたばこは悪魔が悪魔がどこからか持ってきたのだそうであるそうしてその悪魔なるものはその悪魔なるものは天主教のワテレンがおそらくは フランシス商人がはるばる日本へ連れてきたのだそうであるこう言うとキリシタン・ジャシューモンの信者は彼らのバーテルを強いる者として自分をとがめようとするかもしれないが自分に言わせるとこれはどうも事実,事実らしく思われるなぜといえば南蛮の神が渡来すると同時に南蛮の悪魔が渡来するということは 西洋の善が輸入されると同時に西洋の悪が輸入されるとい,いうことは至極当然なことだからであるしかしその悪魔が実際タバコを持ってきたかどうかとそれは自分にも保証をすることができないもっともアナトール・フランスの書いたものによると悪魔は木製草の花で ある坊さんを誘惑しようとしたことがあるそうであるしてみるとタバコを日本へ持ってきたということもまんざら嘘だとばかりは言えないであろうよしまたそれが嘘にしてもその嘘はまたある意味で存外本当に近いことがあるかもしれない自分はこういう考えでタバコのトライに関する伝説をここに書いてみることにした。 前文18年悪魔はフランシス・ザビエルについているイルマンの一人に化けて長い回路をつつがなく日本へやってきた天文18年ですこのイルマの一人に化けられたというのは勝物のその男が アマラハがどこかへ上陸しているうちに一行を乗せた黒船がそれとも知らずに出版をしてしまったからであるそこでそれまでほげたえ尻尾を巻きつけて逆さまにぶら下がりながら密かに船中の様子をうかがっていた悪魔は早速姿をその男に変えて 朝言うフランシス証人に求事することになったもちろんドクトル・ファーストを訪ねる時には赤い街灯を着た立派な騎士に分けるくらいな先生のことだからそんなゲート王謎は何でもないところが日本へ来てみると西洋にいた時にマルコ・ポーロの旅行記で読んだのとはだいぶ様子が違う第一あの旅行記によると国中の至る所 黄金ち見しているようであるがどこを見回してもそんな景色はないこれならちょいとクルスを爪でこすって金にすればそれでもかなり誘惑ができそうであるそれから日本人は真珠か何かの力で起死回生の法を心得ているといるそうであるがそれもマルコ・ポーロの嘘らしい嘘なら 方々の井戸へ唾を吐いて悪い病さえはやら,らせれば大抵の人間は苦し紛れに到来の春磯などは忘れてしまうフラ,ンス商人のフランシス商人の後へついて首相らしくそこいらを見物して歩きながら悪魔は密かにこんなことを考えて一人会心の微笑を漏らしていた。 ががたたたっっつこここに困ったことがあるそればかりはさすがの悪魔がどうするわけにもいかない。というのはまだフランシス・ザビエルが日本へ来たばかりで伝道も盛んにならなければキリシタンの信者もできないので肝心の誘惑する相手が一人もいないということであるそれにはいくら悪魔でも少なからず当惑した第一差し当たり 退屈なな時間をどうししてて暮ららいいかからない。かかわそこで悪魔はいろいろ思案した末にまず園芸でもやって暇を潰そうと考えたそれには西洋を出る時から主樹雑多な植物の種を耳,耳の穴の中へ入れて持っている地面は近所の畑でも借りれば造作はないその上フランシス証人さえそれは 至極よかろうと賛成したもちろん商人は自分についている入間の一人が西洋の薬用植物か何かを日本へ移植しようとし,しているのだと思ったのである悪魔は早速スキクワを借りてきて道端の畑を根気よく耕し始めたちょうど水蒸気の多い春の初めでたなびいた霞の底からは 遠くの寺の鐘がポーンと眠そうに響いてくるその鐘の音がいかにもまたのどかで聞き慣れた西洋の寺の鐘のように嫌にさえてカーンと脳天に響くところがないがこういう大変な風物の中にいたのではさぞ悪魔も日が楽だろうと思うとは決してそうではない。彼は一度この凡床の鐘を 音を聞くと、「サンパウロの寺の鐘を聞いたよりもいっそ深い層に顔をしかめて無性に畑を打ち始めた」「なぜかというとこののんびりした鐘の音を聞いてこの空いたる日光によくしていると不思議に心が緩んでくる。 善をしようといいう気にもならならと同時に悪を行おうという気にもならないこれではせっかく船を海を渡って日本人を誘惑に来た甲斐がない手のひらに豆がないのでイワンの妹に叱られたほど労働の嫌な悪魔がこんなに精を出してクワを使う気になったのは全くこのややむすれば体には いかがな道徳的な眠気を払おうとして一生懸命になったせいである悪魔はとうとう数日のうちに畑打ちを終わって耳の中の種をそのうにまいた第1話はここまでです第2話以降続きますどんな展開になるんでしょうかお楽しみにでは皆様明日負けしないように ちゃんと水分取ってくださいね。また来週までごきげんよう。さようなら。東中野のやわらがお送りしました。東中野のやわら、元気になってきました。頑張ります。ではまた来週。バイ。